この異常が発生した人はどれくらいいるのですか？まだ完全には統計できていません。ココミ、ゴロ、何かあったのか？近頃抵抗軍の一部兵士たちに奇妙な老化現象が発生しているんだ。彼らを問い詰めたら、裏でこっそり支援者からいくつかの秘密兵器を手に入れていたことが発覚した。そいつらはみんな負けん気が強く、メガリレーに対して極度の不満を抱いていた奴らだ。それら秘密兵器を手にした後、こっそり使っていたらしい。道理で近頃の戦況が異様に順調だったのですね。しかしこれは決して正しい方法ではありません。一刻も早く禁止しなければ。ゴロ、彼らの言う秘密兵器は手に入れられましたか？ほとんどの奴らは差し出すことを拒んでいましたが、なんとか一つ手に入れました。これを知っているのですか？ということは、支援者の正体はファデュイだったのか？しかし、なぜファデュイがこのようなことを？いいえ、考えている時間はありません。現在最も重要なのは、邪眼の使用禁止を一刻も早く軍に通達することです。近頃異常が起きた兵士たちには治療を、まだ間に合うことを祈りましょう。あ、また異常のある兵士って。う、嘘だろ。早く見に行こう。楽観視できないな。即戦即決しなければ。
てっぺー。ああ、君たちか。来たんだね。ちょっと待ってね、今立つから。あれ、おかしいな。体の力が抜けて。ん？ああ、まだ詳しく言ってなかったね。僕は最近、いくつもの手柄を立てたんだ。船に乗って幕府軍と海戦を繰り広げ、一人で幕府武士を撃退し、拠点に拘束されていた仲間を助けた。昔の僕だったら夢にも思わなかったことばかりさ。もっと強くならないと。強くなればもっとたくさんのことができる。あれ、僕の秘密兵器は？いつからだろう。君がメカジキ2番隊の隊長になってすぐ支援者側の謎の人物に会ったんだ。彼らからこれをもらってね。強くなりたいと思えば、この秘密兵器は僕に答えてくれる。そう言ってたよ。まるで神の目みたいだろ。僕は神の目を使ったことがないから、どんな違いがあるかはわからないけど。ジャガン？聞くからにいいものじゃないみたいだね。神の目と何が違うの？そうだったのか。確かに、こんな得体の知れないもの、代償があって当然だね。ここ数日、どんどん疲れが溜まってきて、心の底で嫌な予感はしてたんだ。以前は戦った後に疲れを感じるだけだったけど、今日帰ってきたら、目の前すらよく見えなくなってた。ああ、やっと君に追いつけたと思ったのに。やっぱり僕は神の眼差しを受けられなかったんだね。一つ君に頼めるかな。僕たちの回復ができたら、僕の分も持ってきてほしいんだ。それで、一緒に来てさ。なんて表情してるんだ、相棒。大丈夫。少し休むだけだから。少し休めば、きっと良くなる。てっぺ